はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンクエスト5、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、迷いの森を通りまして、無事にね、妖精の村に、まあ、たどり着くことができまして、で、そこでね、ポワン様から、妖精のホルンを、まあ、受け取ったところで、前回は終了したわけなんですけれども、今回はね、妖精の国の方に、向かってみたいと思います。魔法の絨毯かな。まあ、全くね、道具の整理をしてないのは、まあ、前回からね、引き続き撮影をしてるからなんですけれど、確か前回、森に囲まれた湖の近くのどうのこうのっていうね、まあ、ヒントを、まあ、もらったんですけれど、まあ、場所はこの天空に通じる塔の北の方ですね。で、戦闘いっぱいいるな。邪神の兵隊、ケンタラウス邪神の兵隊と、まあ、ガンガン呪文も使っていきますか。まあ、おそらく今回はね、そんなに戦闘することがないと思うので、もうバンバン呪文使っていきましょう。これで倒せます？ちょっと無理か。うん、これで OK ですね。多分今のが最初で最後の戦闘になると思うんですが、ここですね。で、まずは船に乗りまして、で、真ん中ら辺になんか花が咲いてるんですけれど、あ、ここですね。あ、間違えた。ゴンゲンは船から飛び降り、水の中に潜っていった。しかし、何も見つからなかった。まあ、そりゃそうですよね。ゴン一で大丈夫かな？妖精のホルン使いましょう。ゴン一は妖精のホルンを吹いた。ゴンゲンじゃないとダメってことはないと思うんですけれども、意外にエフェクトが長いですね。まあ多分これで城が現れると思いますが、うん、大丈夫そうですね。ではお城の中入りましょう。ようこそ妖精のお城にということで、妖精の国に無事にね、来ましたね。ここはルーラでは来られませんよね。村は行けますけれども、このお城自体には行けないみたいですね。ここは、あ、教会ですね。まあ、通常営業。では、女王様に会う前に、まあ、ちょっとね、話を聞いていきましょうか。知ってるかもしれないけど、ビアンカさんは伝説の勇者の子孫なのよ、ということでね。まあ、ここで驚愕の事実が、まあ、発覚するわけなんですけれども、ビアンカも、まあ、伝説の勇者のね、まあ、血を引いているということですよね。ゴンゲンさんはエルヘブンの血を引いていましたね。はい。二人の間に伝説の勇者が生まれたのは天のご意志だったのでしょう。なるほど、まあ、結構重要な情報ですよね。どうかまず女王様にお会いになりますように。あ、そうですか。では女王様に会いに行きましょう。あ、その前にこの人は伝説の勇者様がついに誕生したことは私たちも知っておりました。どうかゴン一様に神の祝福がありますように。まあゴン一だけじゃなくてロンにもね、祝福を与えてほしいんですが。女王様、よくぞ参られました。話はすでにポアンから聞いております。確かに天空の城にあった二つのオブは私たち妖精の祖先が作ったものです。ほう。しかし、もはや私たちには同じものを作ることはできません。あ、そうですか。これをご覧なさい。女王は光るオーブを取り出した。実は作ろうとしたのです。なるほど。しかし、形は似ていますが、このオーブには天空の城を浮上させるほどの魔力はどうしてもないのでした。うん、ちょっと残念ですね。でも、ゴンゲン、あなたならできるかもしれません。あ、そうですか。
このオーブをゴンゲンに差し上げましょう。あ、ゴンイチが持ってますね。私たち妖精には時の流れを変える力はありません。でもゴンゲンにはできるかもしれないのです。さあお行きなさい。はい、時の流れを変える力がゴンゲンにはあるみたいですね。これでこの兵士がどいてくれるのかな。さあどうぞお通りください。この階段に登る前に、この人は、私は世界の歴史をすべて記録しておるのじゃ。大変ですね。こんなちっちゃい本棚に世界の記録がすべて収まるんでしょうかね。宝箱、ここにあるものは私たち妖精の宝物です。しかし世界の平和には変えられません。どうかお持ちくださいませ。ありがとうございます。ではありがたく頂戴しましょう。お、プリンセスローブ、イカ槌の杖、これはまあ2つともローンに持たせましょうか。イカ槌の杖もローンかな。まあ装備はできないですね。じゃあプリンセスローブだけ装備しましょうか。184、相変わらず盾がしょぼいですね。では肝心の場所に行きましょうか。まずは右側から、この絵は伝説の勇者様の誕生を祝って描かれたものですわ。なるほど、この伝説の勇者っていうのはゴンイチのことなんでしょうかね。ゴンイチのことなのか、まあ、あるいは過去の伝説の勇者のことなのか、ちょっとわかりませんけれども。まあ、いっか。どうか、ゴンゲン様ご自身が女王様からもらったオーブを持ってここにいらっしゃいますように。ああ、なるほど。では、まあ、とりあえず適当なものをゴンイチに渡して、じゃあちょっと光るオーブ返してね。これでいいかな。この絵は心を映し出す不思議な絵。あなたを思い出の場所に運んでくれるでしょう。まあ、パッと見ただの世界地図ですけどね。さあ、絵の前に立ち、心を開くのです。はい。じゃあそうしましょう。お、ラストスクロール。まあ、これでまあ思い出の地に行くわけなんですけれども、この演出も結構長いな。まあ昔ね、そのオーブに関することがある場所でね、ありましたけれども、ついにね戻ってきましたね。で、微妙にこの演出長いですね。まあ見覚えのあるね、まあ村ですけれども、ん？見かけない顔だな。この村の長パパスとのはとても強い。痛い目に遭いたくないなら騒ぎなど起こさぬようにな。なるほど。ということでね、過去のサンタローズに来ましたね。ここはサンタローズの村。この村を訪れるのは心優しい人ばかりですわ。なるほど。おじいちゃんおばあちゃんは、ありゃ、お鍋の中がいつの間にか空っぽだわ。おじいちゃんもお腹が空いたならそう言えばいいのに。なるほど。わしゃ食べとらんぞ。わしのことを子供扱いして困ったやつじゃわい。このセリフも懐かしいですね。この人は、こう寒くっちゃ作物が育たないよ。困ったことだわい。なるほど。じゃあ宿屋にもとりあえず行ってみますか。つい先日、村の長パパスさんが2年ぶりに旅から帰ってきたんですよ。でもあんな小さい子を連れて旅をするなんて大変だっただろうな。そうですね、今はゴンゲがね子供を連れて旅してますけれども、パパスも大変だったんでしょうね。
樽の中は、まあ、調べても何もないですよね。誰もいないのにどうも人の気配がするんだ。パパスさんとこのゴンゲンが誰かと話してるみたいに独り言を言ってたし、おかしいな。なるほど。2階は誰、あ、商人がいますね。商人ではないか。昨夜酒場でパパスという人と一緒に飲んだのですが、いやはやなかなかの苦労人で感心させられました。ただものではないですぞ。そうですね、まあグランバニアの王でしたからね。まあということで、まあ過去のねサンタローズなんですけれども、ここはまあレヌール城のお化け退治をした後で、まあゴンゲンが妖精の村に行く直前の時代かな。まあ特に買うものもないでしょう。武器屋の2階は誰かいます？あ、おかみさんいますね。パパスさんも2年ぶりに帰ってきたと思ったらアルカバに出かけたりして、本当に忙しい人だね。なるほど。まあそういえばパパスとも会いたいですね。うー、寒い寒い。もうすぐ夏だっていうのにこの寒さは何だろうね。山頂。はて、どこかでお会いしたことがありましたっけ？ああ、旦那様のお知り合いの方ですね。まあ、知り合いといえば知り合いですけどね。旦那様なら上にいらっしゃいますよ。じゃあ下に行きましょう。まあ、誰もいませんね。じゃあゴンゲにとっては、20年ぶりぐらいに、パパスとの再会ですね。ん？誰かは知らんが、私に何か用かな？いや、特に。では、邪魔をしないでくれないか？ちょっと調べ物をしてるんでな。ああ、そうですか。じゃあ用事あります。はい。なんだって？お主が私の息子？そうなんですよ。わははは。私の子供は後にも先にもゴンゲン一人だけだ。まあ、本人なんですけどね。何か他に用でもあるのかな？あります。ふむふむ。では、ラインハットには行くなというのか？はい。私がラインハット城に呼ばれているとよく知っていたな。まあ、未来から来ましたからね。わかった。お主は預言者だろう。悪いが、私は預言など信じぬことにしているのだ。しかし、私の妻に似た目をした人よ。お主の忠告だけは気に留めておこう。さあ、もういいだろう。私は忙しいのだ。向こうに行ってくれないか。まあ、久しぶりの再会にしてはちょっとね冷たいですけれども、まあしょうがないのかな。ちょっとね寂しい感じがしますが、まあパパスとはもう会うこともないんでね。では肝心のオーブをね手に入れないといけないんですけれど、あれ、この辺にちっちゃい頃のゴンゲンがいるはずなんですけれども、いませんね。俺も早く親方のような一人前の薬師になりてえな。この人はやっぱりあのポートセルミにいる人だと思うんですよね。何でもパパスの旦那がラインハットの城に呼ばれたそうだ。気のせいだといいんだが、何やら胸騒ぎがしてならねえんだ。なるほど。まあその胸騒ぎは的中しますけどね。村人と全員話さないと、ちっちゃい頃のゴンゲンがいないのかな？キャ、素敵な人。あら、私としたことが何を言ってるのかしら。何もない村ですが、どうかゆっくりしていってくださいね。お、この人は随分いろんな人に一目惚れしますね。おじいちゃん。あんた知っとるかね？パパスの息子ゴンゲンがお化け退治をした少女じゃしてます。あの子は大きくなったらきっと強い戦士になるぞ。まあ、目の前にね成長した姿がありますけれども。この人は？あんた旅の者だな。はい。
怪しまれたくなかったら村のことをあまり嗅ぎ回らないようにな。わかりました。ちょっと舌がもつれてきましたが、あ、いますね、ちっちゃい権限。ガロロロ。ベビーパンサーも怖いですね。こんな感じかな、成長した姿ですね。あ、お兄さんのことだね。教会のお姉さんが言ってた素敵な人って。え、僕の持ってる綺麗な宝石を見せてくれないかって。まあ、ここで家にするとまたあの長いエフェクトがね入っちゃうんで、まあ、とりあえずここははいにしときましょう。うん、いいよ。お兄さん悪い人じゃないみたいだし、まあ将来の自分ですからね。でもちょっとだけだよ。ゴンゲンはゴンゲンにゴールドオーブを手渡した。ゴールドオーブと光るオーブをすり替えますか。はい。ゴンゲンはゴールドオーブと光るオーブをすり替えた。ゴンゲンはゴンゲンに光るオーブを手渡した。妙にここの説明が細かいですね。うん、まあとりあえずこれで光るオーブをゲットすることができましたね。ね、すごく綺麗な宝石でしょ。うん、どんなに辛いことがあっても僕は負けないよ。ゲレゲレ、行こう。そうですよね、まあ昔は坊やどんなに辛いことがあってもくじけないでねなんて言ってましたからね。同じセリフを多分言ったんでしょう。で、塔のちっちゃいゴンゲンはどこ行っちゃったんでしょうかね。もう妖精の国に、妖精の国じゃないか、妖精の村に行っちゃったのかな。まあちょっとね、パパスと会話するのもこれが最後になるんですけれども、うん、ちょっと寂しいですね。まあとりあえずね、ゴンゲンにはやることがありますので、妖精の国に戻りましょうか。まあ無事にね、ゴールドオーブが手に入りましたので帰りましょう。確か村から出れば普通に戻れると思うんですけれども、うん、これで帰れそうですね。また微妙に長いエフェクトかな。まあでも時を遡るにはこれくらいの時間がかかるんでしょうね、きっとね。いやー、帰ってきましたね。長いな。子供たちもいますね。セリフが特に変わらないみたいなので、兵士がいるな。あ、さあどうぞお取りくださいと。まあ、ビアンカの秘密も聞きましたので、ジョー様は何かセリフ変わるかな。私たち妖精には時の流れを変える力はありませんと。うん、あんまりセリフは変わんないですね。では無事にね、過去の権限からゴールドオーブを、まあ、すり替えることができましたんで、じゃあ天空城に行きましょうか。あ、ここじゃ不思議な力によってかき消されちゃいますね。まあ、とりあえずじゃあ一回この湖から出ないとダメっぽいですね。では天空城に行きましょうか。うん、今回天空城行っちゃいましょう。まあプサンのところに行くわけなんですが、まあ相変わらず人はまだいませんね。じゃあまっすぐプサンのところに行きましょうか。この玉座の裏の隠し階段の下かな。
さらに下に降りまして、あ、いたいた、ゴールドオーブ復活させました。お、オーブを持ってきてくれたのですね。はい。ゴンゲンはプサンにオーブを手渡した。このオーブを台の上に戻して、さあこれでいいはずです。さあ私についてきてください。はい。お、ピカピカ光ってますね。ここは自動で動いてますね。いよいよこの城が再び天空に昇る時がやってきました。根源、すべてあなたのおかげですね。いえいえ。さあ見ていてください。じゃあお手並み拝見。これで湖から浮上かな。うん、浮かび上がりましたね。浮かび上がりましたけれども、まあ天空城っていうほど空にはね、あの高く登ってないんですよね。ふむ、思ったほど高く上がらなかったみたいですね。そうですね。まあいいでしょう。あとはあなたたちにお任せします。水も引いたみたいだし、私は城の様子を見てくることにしましょう。ではまた後で。はい。オーブ光ってますね。シルバーオーブが力強く輝いていると。まあ、シルバーオーブとゴールドオーブはやっぱり対になってないとこういう感じで光らないんでしょうかね。じゃあプサンのところに行く前に、まあいろいろね、天空人が、復活してると思いますので、話聞いてまいりましょうか。うん、いますね。どうもありがとうございました。お礼にぜひここにある世界樹の雫をお持ちください。ありがとうございます。うん、世界樹の雫ですね。世界樹の雫は一雫しか持てませんが、全員を一度に回復できます。なくなったらまたここに取りに来てくださいね。ありがとうございます。まあいくらでも補充はできますけれども、まあ一個しか持てないということですよね。私たちはこの日の来ることをどんなに待ったでしょうか。さあ奥にいるおじいさんにも早く知らせてやってください。はい。おじいちゃんが奥にいるみたいですね。あ、メダルもついでに手に入れまして、おじいちゃん、なんとこの城が浮上したと。それはめでたい。あとは竜の神様マスタードラゴンの復活を待つばかりじゃわい。マスタードラゴンは北東の島ボブルの塔にその能力を封印したそうじゃ。なるほど、ボブルの塔に封印しましたと。そこのタンスの中身を持って行きなされ、役に立つかもしれんぞ。はい。フック付きロープですね。うん、ゴン一がまあとりあえず手に入れましたが、北東の島のボブルの塔に行きなさいということですよね。セリフは変わらないか。こっから出ると、ん、ここはどこだ。でこの下が教会になるのかな。世界がまだ平和だった時代、下界を見てマスタードラゴンはこうおっしゃいました。人間もなかなか良いものだな。そしてお姿をお隠しになってしまったのでございます。ああ、その後数百年の間にこの城が落ちてしまうなど誰が思ったでしょうか。天空にこの城がある限り平和は続いたはずでしたのに。なるほど、天空城がまあ落下しちゃったんで、いろいろ世界が乱れちゃったんでしょうかね。うん、ここが教会になりますよね。これで外に出ちゃう感じですよね。
結構入り組んでますね。ここは、あ、人がいますね。おう、あなたがこの城と私たちを救ってくれたのか。なんと礼を言って よいやら。いえいえ。え、天空人フサンも。はて、天空人にはそのような名前の者はいなかったはずだが。ん、プサン、ちょっと怪しいですね。何者なんでしょうかね、プサン。まあ、本棚は特に調べても何もないかな。おそらく何もないと思いますので省略。じゃあ左側も行ってみましょうか。表には誰もいませんね。ここは、あれ、ここにも誰もいませんね。では大きい扉開きましょうか。これでプサンのところに行けますね。城の中には水に閉じ込められていた人々が何人か生きていたようですね。そうみたいですね。時間を止め、眠っていたとはいえとてつもない生命力、本当ですね。私も懐かしい人に会えて嬉しい限りです。まあ、ただプサンは天空人ではないみたいなんですけどね。ということで、まあ天空城がね、無事に復活しましたけれども、この城の主のマスタードラゴンですね。まあ、それをまあ復活させないといけないわけなんですが、まあせっかくなんで、じゃあ天空城動かしてみましょうか。まあ、魔法の絨毯は、山とか森とかはね、越えられなかったんですけれども、天空城は普通に越えられますね。岩山も行けますよね。ここがエルヘブンかな。まあエルヘブンの民もびっくりするでしょうね。まあとりあえず今回ね、天空城を無事にまあ、復活させることができましたので、まあさっきもね、情報にあったんですが、ボブルの塔にね、まあ行くんですけれど、まあその前にね、ちょっとやることもいろいろありますので、そうですね、とりあえず今回どこでセーブしましょうかね。まあ天空城でもいいんですけど、まあここの城はあの宿がないんでね、あのさっき手に入れた世界樹の雫で回復して、でまた教会でセーブみたいなねことになっちゃうんで、まあとりあえずじゃあ天空城はこの辺で置いといて、まあいつでもねルーラで来られますんで、まあ今回もまたネットの宿屋でセーブして終了しましょうか。やっぱりここ便利なんですよね。教会と宿屋が近いっていうのは本当に便利です。まあちょっと高いですけどね。まあグランバニアとかでもいいんですけれども、ちょっとね、教会と宿屋の場所が離れてるんで。うん。まあとりあえず今回もね、このネットの宿屋でセーブして終了したいと思います。1番かな。うん、これで OK ですね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。